人原因、1587年から1671年7月15日は、中国名大末の文人。字は義と、号は紀白山人。平和公園の墓板歴15年、明の虎林に生まれる。民末の国乱を避け、30歳代で、日本に渡った。終わり藩主、徳川義直に1627年に廃越し、以来日本に泊まった。 終わり藩に使いつつ、折に触れて経営や江戸を往来した。現世商人との信仰が伝わる。儒教についての造形は不明だが、書道、作刀もよくする多彩な人物で、一説には憲法を日本に伝えたとも言われる。名古屋城下九十軒町の自邸にて没した。墓は現在、名古屋市の平和公園内にある。江戸時代初期は、民末期にあたり、 1659年に亡命した朱春水なども海を越えて日本にやってきており、彼もその一人であった。自身に醸成された重層的な技芸の数々を多くの文とらとの交流によって披露を伝承した。高橋県の否定説高橋は福野正勝の残した両移り心投流柔術の伝書に注目した。福野は 地より伝授されたとされる以前の1623年と地位より伝授されたとされる以後の1636年に同一内容の伝承を発行している。つまり、元那8年と寛永10年の間に何者かから技術的な影響を受けたことが全く伺えない。また、福野が開いた両移り浸透流は、甲冑を着用した状態の格闘術である。鎧組打ちが、 中心の流派である。日常の服装での格闘技術が、中心の中国武術との技術的共通点が非常に薄い。高橋は、以上の点により、陳玄院は、日本柔術の始祖であるという伝説の主人公として、以外は、柔術に対し難なんだ技術的影響を及ぼしていないと、した。修作人、修作人読書雑誌3平凡者、2018年、 P289 畜作史跡散策路名古屋市畜作2021年3月16日閲覧ありがとうございます